共産党青年団派がですね完全に排除されたと、まあ、習近平派が完全に勝ったとこれはまあ健康問題でと言っておりますが明らかに健康問題じゃないことは明らかですしかしですね強制団派の抵抗が一夜を報いたというところもあるんですね。 10月22日に閉幕いたしました中国共産党大会で習近平派が完全勝利したということですね、まあ、いわゆる共産党青年団の団派ですね共産党青年団派の政治家はトップレベルから完全に排除されてしまったということになります。うんえー それからもう一つは胡錦涛さんですね胡錦濤さんがこの最終日に、まあ、テレビに映っているところでですね途中退席を迫られたということ、まあ、胡錦涛というのは共産党共産主義青年団のトップでこの出世してトップ一番上まで行った人ですから、まあ、習近平の横に座っていたんですけど本人は出たくないと。 いうことが意師がはっきりしてるんですけど周りに促されてというかほぼ強制的に退席させられたというのをみんなが見ました。これを見てもですね、共産党青年団派がですね、完全に排除されたと、まあ習近平派が完全に勝ったということですね。これがあ誰の目にも。 分かったということだと思います。まあ強制断派乾杯ということですね。で人事の面で見ますと、今もまあ首,首相なんですけど李克強さんから王勇さんですね。これも幹部の人でこの二人がですね、中央委員にも入れなかったということなんです。これは幹部で二百七人の中央委員。 といいうのがいるですね中央委員が政治局委員を選んで政治局委員が選んでさらにトップ7の政治局常務委員会の7人の委員というのが選ばれるこの7人がトップその7人の中のトップが習近平ということなんですけれども李克強と王楊はですねこれは場合によってはまあ強制弾話としてはこれはぜひその7人いるトップの えー、政治局常務委員に送り込みたかった特に李克強さんはこれはもう、えー、首相を今もやってるわけですから首相を辞めてもですねそこに残したかったというんですがなんと207名の中央委員にも入れなかったということで完全に排除された中央委員に入れなければもちろん政治局委員にもなれないしそれから、えー、政治局常務委員にもなれないわけですからね。 それからみんなの見ているところで小金当さんが途中退席をさせられたと、うんこれはまあ健康問題でと言っておりますが明らかに健康問題じゃないことは明らかですね本人は出てきてそこに座っていたかったんですけど排除されちゃったとこれに関してはまあさまざまな憶測といいますか推測が言われておりますで実はこの強制弾破の 望むよよううなこととをでですすね人事事やりますよという約束が事前にあっただから古今東も安心していたしかしギリギリ最後のところになってですねこの人事の名簿を全部入れ替えてそれで一挙に可決してしまった習近平派がというのは事務局が全部習近平派だからですねそして入るはずだった李克強や王楊までですね えー、この中央院にすら入れないということになってしまった当然それを胡錦涛が何らかの意味で抗議するとかですねしようとしたらですねそれが封じ込められて退席、えー、させられた、えー、これは具合が悪あんなところは取られてしまうのは具合が悪いと言うんだけどもそこに「午後の部で」で、えー、カメラが入ってきたところであの「 胡錦濤の退場劇がカメラに捉えてしまったわけですねこれ多く流れたのはあのシンガポールのメディアテレビ局が撮った画像が流れました初めの方から見て,見てるとですね、まあ、明らかに胡錦濤は退席したくなかったわけですねしかし胡錦濤の目の前にあった書類それを開こうとしたら開かせないよということで、えー、と隣のですね人間が それを抑えようとしたということなんですね、うん、で、えー、これがですねどうもおかしいんじゃないかというふうに言われていますというのはコキンのの持っていたですねコキンの前に置かれた書類には実はその人事も 強制談話が望むようなすなわち小金太が望むようなことが書いてあったのではないか。それ一部だけ。他の人が持っている書類は全部名前が入れ替わっていた。要するに強制談話を排除するような名簿が入っていたと。で、それやって小金太は騙されたんじゃないか。だからそれを見たり持っていかれると証拠物件が残っちゃうというので退席、えー、させられるときもその書類が。 を孤琴島は自分で持つことができなかった、えー、見ることもできなかったというのではないかとか、いろいろ言われております。横にいます大久内というですね、えー、今あこのいう人がですね、大久内という人がこの孤琴島が目の前にある処理を開けようとすると、抑えて見せないんですね。非常に変なことですね。まあいろいろ説はありますけれども。 とにかく強制弾派が排除されてこの7人のトップチャイナセブンなんていう言い方もありますがこの政治局常務委員トップの7人これは翌日に決まるわけですけれども形としては 中央委員の中から選ぶということなんですけれども中央委員が政治局委員を選んで政治局委員が政治局委員が確か中央委員が207人ですか政治局が25人その中から7人選ぶということなんですけれどもまあ実際は逆で上から全部決めてるわけですよねそしてこの張楽西という人がいます張楽西さんこの人を除いて他の6人は全部習近平の習近平派 まあ習近平を除くと,除くと5名ですねこれはまあ習近平の全部古文完璧な古文ということをよく聞く人ばっかりということで固めた新執行務ができたということです。古春華という人がこれは古春華の子は「古」は古錦涛の「古」と同じ字ですけれどもこの古春華さん59歳が今まで副首相であってこれは 強制弾話としては一番推している人物なんでこれを次の首相にしたかったんですが首相になれないどころじゃなくてもう完全に排除されてしまったということですで。ではは歳以上はリタイアするとというこでですねですねからまあ68歳の人はダメだけど共産党党大会5年にいっぺんですからね。 えー、で67歳の人は OK だよと言っていたんですけども胡春華さんなんかは59歳でもっと若いんですけども、まあ、排除されちゃったよということですね、えー、そしてもちろん習近平は69歳だから今までのルールだったらやめなきゃいけないところ2期10年でやめなきゃいけないところだったんですがこれもですね、えー、まあ自分の第3期目をこれで確保したということになります。し、えー、しかしですね えー、まあ強制弾話の抵抗がある程度功を奏したといいますか一夜を報いたというところもあるんですねそれはあの2つの確率っていうのが入ると言われていたんですが新ししいい党規約にはです、ね、入っていませんでしたこれが26日に発表された新しい中国共産党の党規約これは10月22日に決議されているものなんですが。 これは2つの確率が入らなくて2つの用語というのが入ったんですね。2つの確率というのは前も申し上げたと思うんですけども習近平が中国共産党の核心であるということ要するに完全な中心人物であるということですね。いうこととそれから習近平の思想というものが中国共産党の正当な指導理念であるということ。 この2つを確立しなきゃいけないというのがこの新しい党規約に入るかと言われていたんですが入らなかったんですねそしてこの2つを中憲革新としての習近平と習近平の指導理念これを擁護しなければならないという擁護になって擁護しなければならないという擁護になったわけですね。確立ととといいいうう強い言葉は使えななかったということなんです この辺がまあ一,一夜を報いたということなんじゃないでしょうかね、はい、習近平派が、うんえー。ですから2つの確率は党規約に入れることができなかった。ししかも思想に関しては